はい、本日は源五郎丸博史投手、阪神タイガース背番号17でございます。なかなか源五郎丸というねお名前珍しいわけですが、2015年にですねこちらラグビーのワールドカップで五郎丸選手がですねちょっと有名になったじゃないですか。その時にね昔阪神に源五郎丸いたよねなんてね思い出したねファンの方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあねお名前も珍しいわけですかね。こういう風にね背中にねこう背ネームをローマ字で入れるとですねなんと11文字とね長いわけでね、最初ね入るのかなって言われてたんですが、まあこのねお写真の通りね見事に入ったわけなんですが、まあしかしながらね最長はですね以前動画にも上げさせていただきましたこちら千葉ロッテマーリーンズ下式寮亮太投手はですねなんと13文字でね、まあ、一番長いというね、まあ、どこでね競い合ってんねってとこではありますけどもね。源五郎丸投手は東京生まれでお父さんのね転勤で佐賀県に引っ越されたわけで、佐賀県北林工事ではですね2年生の秋九州大会は準々決勝で敗退するわけですが、なんとね3年春の九州大会ではですね沖縄の興南高校を完封いたしましたね、優勝するわけなんですけれども、まあね、肝心の3年の、ね、夏の、ね、甲子園の予選は敗れたわけなんですが、まあね、右の本格派として、ねまあ、注目されているわけなんですよね。まあ、私ね、山口県に住んでるわけで、やっぱり、ね、九州の、ね、こう高校野球の情報なんかも入ってくるわけでね、なんか珍しい名前とね、まあ、日田銀行でね、林業の高校っていうのもね、なんか珍しいなって当時の思ってた記憶がございます。そして迎えました3年秋ドラフト会議、阪神タイガース右田和彦投手を指名するわけですが、太陽と競合抽選に敗れまして源五郎丸博史投手を1位指名したわけで、ね、私はですね当時ね あの源五郎丸って1位指名されたんだなんてね思った記憶がありますね。同じ高校生投手としてですねドラフト1位で、ね、ジャイアンツに指名されました大分高校の牧原博美投手、そしてね6位ではございますが西武ライオンズに指名されました工藤公康投手などがねいたドラフト会議だったわけですよね。こちらが阪神の指名選手でございますがね、2位は明治大学からの平田勝雄内野手でね、85年優勝した時はねショートを守っていましたよね。そしてですね4位指名の福谷投手はですね、まあ、通算95試合で0勝5敗 5.50 とね、いやちょっとね1勝もねしてないのがねちょっとね意外だね、まあ、そんな方々がね同期だったわけなんですね。こちらが阪神タイガースのね縦島に袖を通しました入団会見の様子でございます。当時はですねこちらの東映フライヤーズ尾崎幸雄投手も、ね、新人の年に、ね、20勝しているわけなんですよね。そして、ね、またまたこちらのね西鉄ライオンズ池永正明投手、こちらもですね新人の年に、ね、20勝しているわけですがね、それぐらいのね逸材とね言われていたわけなんですよ。実際ねキャンプでもねあのピッチングフォームがね綺麗とか言われていたわけなんですよね、まあ、そしてね将来をね嘱望されていたわけで、3月にはね、まあ、高校の卒業式があるということで帰省していたわけなんですが、阪神がですね、まあ、有料の紅白戦をやる、まあ、こちらね2022のね紅白戦で藤浪投手がですね、まあ、佐藤選手にね打たれてる様子なんですが、まあ、有料の紅白戦ということもありましてね、まあ出てほしいということでね帰ってくるわけなんですよ。まあいわゆるねこちらのねお写真ございますよね、まあ、客寄せパンダ的な扱いとも言われていたわけなんですけれども、紅白戦ではですね、まあ、2回を1失点に抑え、そしてね阪神タイガース主砲掛布正幸選手を、ね、抑えるなどね活躍でね、まあ、一定のね成果をね見せるわけなんですよ。しかしながらですね、まあ、翌日にね悲劇が起きるわけなんですよね。まあ、練習のねベースランニング中にね一塁を回ったところでなんと転倒してしまったわけで、右太もも二頭筋断裂でね、なんと全治2ヶ月のね重傷をね負ってしまうわけなんですよ。まあね、これがケチのつけ始めというわけじゃないんでしょうけれどもね、まあ、新 OB の評論家の、ね、江本さんもですね、まあ、ね体が出来上がってないのにねわざわざ客寄せパンダでね紅白の有料戦ね使ってね、まあ、壊してしまったなんて言われ方もするわけでね、まあ、こうやってねこの絵でもあるじゃないですか、こんなねお写真ね撮る必要性あるのかなっていうぐらいね、まあね阪神のドラフト1位というねちょっとねその負の面が出たというところはね否めないかもしれないですよね。このね怪我の影響もありましてね1年目は1軍登板なく終わるわけで、前ねこの故障だけでなくね投球フォームがですねちょっと体に無理があるんじゃないかというふうな、ね、言われ方もしていたんですけど、私ね当時のね記憶ではねなんかね結構綺麗なフォームだったような感じなんでね、それはあんまり関係ないんじゃないかなと、まあ個人的には思うわけなんですけどもね。
そしてね、2年目となりますとね、ドラフト1のね、同期、こちら巨人、牧原ひろみ投手はですね、12勝9敗、1セーブの成績を残しましてね、新人王に輝くわけじゃないですか。そしてですね、西武ライオンズの工藤公康投手もね、1年目からね、もう1軍で活躍、そしてですね、2年目もリリーフで活躍しましてね、23試合で2勝という成績を残すわけですが、まあ、源五郎丸投手はですね、2年目も1軍にね、上がることはね、できないわけなんですね。もがき苦しむね、源五郎丸投手もね、3年目も残念ながらね、1軍出場なく、そしてですね、4年目85年はですね、こちらのようにね、阪神タイガースは優勝するわけでね、まあ、ドラフトの時にはですね、まあ、この優勝の時ぐらいね、主力投手になってほしいって思ってたわけなんでしょうけどね、その思いはね、叶わなかったわけでございます。そしてですね、5年目はですね、こちらね、入団投手の笑顔はもうなくなるわけで、もう登板なく終わりましてね、わずか5年でね、引退するわけでございます。ということは、一勝もできなかった源五郎丸投手のね、背番号17なんですけどね、その17番をね、後につけた選手っていうのはね、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけれども、翌年ドラフト1位でね、入団しました猪俣投手もね、17番をつけるわけですが、17番時代は5勝、そしてですね、背番号25に変えましてね、93年には11勝。猪俣投手の後は88年ドラフト外でね、社会人通算32勝の、ね、太田投手ね、2軍ではね、ノーヒットノーラン達成するのね、1軍では78試合で1勝5敗 4.01 の成績。そしてですね、94年ドラフト1位でね、山村投手がね、入団でまたドラ1にね、背番号をね、17渡すわけですが、阪神タイガース時代の、ね、4年間では15試合で1勝3敗、まあね、近鉄に、ね、移籍し後にね、まあ、活躍されるわけですよね。そしてですね、99年は杉山健人投手、2000年は吉田野手とね、まあ、移籍組が背番号17を背負うわけなんですよね。ここまでね、なかなか背番号17って負の番号だったわけなんですが、2002年、2003年とね、こちらムーア投手が2年連続ね、10勝をマークしてね、まあね、背番号をロンダリングをしてくれたというわけじゃないんでしょうけど、まあね、しかしながら2005年はですね、こちらブラウン投手はね、4勝に終わるわけなんですね。その後も2005年、大学社会人3巡目のね、金村投手はですね、まあ、4年間でわずか1試合の登板、そしてですね、2009年からはですね、まあ、2002年に自由枠で入団しました杉山投手がですね、背番号18から、ね、17に変更したわけなんですがね、18時代6年間で21勝しておりましたが、17に変えてからね、なんと0勝に終わってるわけなんですよね。そして2012年からは伊藤和夫投手をね、つけていたわけですが、まあね、その2年間で1勝という成績なんですよね。まだまだね、負の番号になっておりました背番号17、2013年ドラフト1位のね、岩貞投手がつけましてね、3年目にはね、2桁の10勝マーク、そしてですね、昨年は53試合で2勝1敗11オールと 2.57 の、ね、成績を上げね、もうね、背番号17は負の番号じゃないよということでね、まあ、今年からですね、青柳投手がね、背番号17をね、引き継ぐわけじゃないですか。2年連続13勝でね、最多勝なわけですからね、今年の活躍期待したいところなんですが、今のところ背番号17の負のイメージがまたっていう感じするんでね、青柳投手にはね、その辺ね、頑張っていただきたいというところですよね。背番号17のね、負の連鎖のお話ね、ちょっと及んでしまいましたが、本日は将来を嘱望されながらね、活躍できなかったドラフト1位ながら未勝利投手のね、お一人に入ってしまいました源五郎丸ひろし投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では